え、ラファエルさんが動画を100本以上削除しました。王子は何か聞いていますかラファエルさん最近ね、なんか、ヘビに襲われたかなんかみたいな動画を出して、え、それが YouTube の規約違反かなんかになって、動画が消えたらしいんですよ。 でその後、ラファエルさんは、YouTube さんごめんなさいみたいな動画を出して、自分の動画を100本以上消したらしいです。で、多分、なんで消したかっていうと、まあ、おそらく、規約違反とかになってっ、あの、バンされることを防ぐためなんじゃないかなと、えー、思います。ラファエルさんって昔一回バンされて一体目に合ってるんで、多分そういう、えー、危機回避能力っていうのは多分めちゃくちゃ高い方なんですよ。で、このまま、えー、まあ、また YouTube に狙われたなと。 え、こういう動画をやってるとまたバンされるなっていうことを、え、察知して、え、そういう風に消したんじゃないかなと思います。で、YouTube って基本的にね、基本的に、そのバンされると、え、二度とですね、解説できないようになってたりします。ま、ラファエルさんの時代はできたかもしれないんですけど、最近だってヘズマとかが、え、チャンネルを作ろうとしても、すぐバンされるんですよね。もう一日二日くらいでバンされちゃうんですよ。今すごい厳しくなってるんで、え、あの、YouTube から退場すると二度と戻ってこれない感じになっちゃうんで、え、気をつけてるんじゃないかなと思ってます。はい。